動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。ウィンベルマジックが近づく中で赤田組周辺で奇妙な事態が起きました。その奇妙な事態というのはノーマルアット陣営にいたと思われるバトラーたちです。どうやら月鉄界隈で見かけたということで赤田組のメンツは行方を再び追っていたのです。それで何が起きたのか、これから何が起きるのか、ウィンベルマジックにかけて注目され、忍び星やプリズム団、その他の新たなバトラー、他社線のメンツたちとのやりとりも注目されます。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。なぜか激しく悲鳴を上げておりますけど、そんなに悲鳴を上げることがあったのでしょうか？何よ。せっかく月鉄船内に帰ってきたのに。なんでそんなにビビることがあるのよ。貴様が帰ってきたから戦の魔境の増してるんだよ。ヨシアキは何がおかしいというの。わわ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 、そんなに近々で見つめないでください。マドリン様、随分と圧がすごいんですけど、ずんだりとアスカ姉妹の対立を知っての行動ですね。おい、そういうのは本戦でやらんか。ノーマルアット陣営が一方的に警戒してる気が、てか、マドリンの姉貴の圧がこっちにも伝わってるけど。随分と騒がしいと思えば、ノーマルアット陣営と思われるバトラーが、戻ってきたのか。きっと、レジンスシリーズが幕を開けるね。レイのルートが本格的に開拓されるね。そのためにカムバックしたとは考え難いんですけど、おそらく何か別の事情があると思われます。わあ、きっとエンジェラを発動できるんだ。だからドリフト陣営にとっては、試練が待ってるわけですよ。アイコン、ドリフト陣営とノーマルアット陣営はせいぜい頑張ってくれよな。おそらく次の東京ラプソディに向けてバトラーを一気に動員するってことですよ。こりゃドリフト陣営がマジで死にかけになるのがようわかるわ。そして、男子陣はなんかの武装を仕掛けて乗り込むわけですね。これあとおそらく、人に会ったには鎧兜を着てやってくると思うで。鎧兜やって？なんでまたそんなの着て出てくるんや。いろんな国から相互直通運転をするわけですので、どんな衣装で出てきてもおかしくないですよ。アンチ思想に目をつむるならです。はぁ？何でもありになっちゃってるけど、それでいいのかな。ドレミファ学園で並べたら破壊力がマックスな予感だよ。どうすりゃいいんだ。ユニバースになってたら、ここまで苦労しなくていいものを。無理ゲーやって。無理ゲーやって。そんなん身体因子を抱えてへんと、無茶やって。それができるバトラーがどれくらい見られるかで変わってくるよ。
それ以上に東京ラプソディーがものすごく賑やかになりそうだけど、またパンダ4兄弟みたいなの実行するのかな、出てくるのかな。銀座線に乗ることがあれば出てくるかもしれぬのう。フェアリーフィーの乱みたいなことはもはや起きてはいけない状況になっております。よく見たらアイキャッチの役、アイキャッチの役割を確保したいんだよ。さっきの鎧兜って言葉だけど、きっとあいつが戻ってくるのよ。あの厄介なあいつがこっちにやってくるのよ。またまた面倒な展開に舞い戻るのね。厄介な展開だって、何が厄介だと言いたいわけ？マドリンの姉貴がやたらと圧をかけてきてるけど、やっぱり。すまん、俺らずんがりがアスカ姉妹暗殺計画を立ててたせいだ。それが原因でマドリンが圧をかけてるってか？アスカ姉妹、釘を刺されてたんだな。あれで厄介ってなんやねん。何を、しでかしたらそうなるんや。ああ、栄光、矢の牛に秀光と美奈子がラブラブなんやわ。来年度のマリアージュがワクワクやで。クラウディ楽しみに待っててやー。違うって、違うってー。はい、来年もぜひとも、マリアージュで盛り上がっちゃうよ。なんて言いますか、結局は、多くのバトラーにオチがバレていたわけですね。決して問題にはならない話であります。何せ、カレンちゃんもゴールインするのですから。だったらいいじゃん。そこの二人もそのまま行っちゃったら。そうやな、ドリフト陣営はそのことを原因で難儀してるんですやしな。てかミラチケ帝国を乗っ取ったから、今やトビリスタチュー穴もあるで。わあ、逆にこっちが地獄だー。あまりこっちに飛び火させないでください。おとなしくしていたいだけなのですから、逆にもっと元気に行かないと。もっと環境が変わっちゃうんだから。つうことは、マハロスも戻ってくるってことなんやな。まあ何人通話の叫びが、月通の収録でも聞けるんやな。あまり名鉄の車両の前で、そのようなことを言うのは良くないな。とりあえず、ずんがりの件もあるから、アスカ姉妹の監視もやっとかないとね。ギョエー。わー、最悪だー。なあ、本当に戻ってきやがった。焦るんじゃないぜ。落ち着いていこうぜ。マドリンの姉貴が監視してくれるっていうし。だから、俺らは焦ることなく進んでるぜ。まあ、ディーン兄弟は未だに、ハーモニーゴンドラ止まりだからな。それがディーン兄弟が苦戦してる原因ってか。だとしたら他のバトラーはどうなってるのやら。少なくともエンジェラを発動できたらドラゴンスネークとかと同調してることになるで。てか戻ってきた奴ならいずれもエンジェラを使えるっぽいで、ディーン兄弟はますます追い詰められていってるやん。俺の兄貴なら間違いなくユニバースとなって月球の収録に君臨するだろうな。てか戻ってきてるのってノーマルアット陣営で言うたら何やってか。俺らで言う松の系統やってか。せやけど松のって軽犯なの舞台やないの。赤田組やとそういった区分があらへんしでな。むしろ東西でエリアが分かれてるような感じやわ。しかも他社線とのつながりがもっともっと強くなってるよ。あの聖子とレインが原型を止めてないほどに姿を変えておりますけど何がありました？スタアットの兄貴たちが大改造してたのよ。キャラクター周りがボロいのがダメだって言うからね。何回見ても見慣れへんわ。全然慣れへんわ。そんなことしたら落ち着いてシャコとかに変えられへんやん。僕たちの3組目たちがずっといるから落ち着かないだって。だけどそれでレインボーハーツが出来上がったんだから仕方がないよ。あー、だからマドリンの姉貴が監視してるってことね。なんとも厄介なことになってしまったわね。どうしようもない事態になってるわ。あんた今までにどんな暴走をしでかしてたわけ？ドリフト陣営がビビってるわ。でめちゃくちゃになってるじゃん。そんなこと聞かれてもわかるわけないじゃん。ただでさえあいつとの恋愛疑惑を持ちかけられてるってのに。実際はもっとまともな相手がおると言うつもりか。俺の兄貴が知ったらもっときついことを言われるぞ。少なくとも疑惑でしかないものは間違いないことから、実際に本命の相手を取れてくれるかが鍵を握るだろう。そういえば音の木の3組目の中に
似たようなキャラがいた気がしましたけど。似てるのは見た目だけで中身は別物だよ。少なくとも性格は全然違うからね。むしろ音の木の3組目の誰かに似てるのは美奈子屋の牛にマドリネやろうな。これ私がそのキャラの格好をしても誰も気づかないとかそんなことがあるんじゃない？あるかもしれないぜよ。実験してみてもいいくらいだぜ。なんか事件が起きたりしないだろうかな。そうそう、かなこのやつは相変わらずだぜ。スタートの後をまだ追ってるのさ。そこにもまだまだ懲りていないバトラーがいるわけですね。いろいろと問題児が目立ているのがなんともですけど。昔も月2がおった感はにゃあるまいし、今さらお局やなんてごめんな話やれ。しかも幸子も戻ってきてるし、エモリアもおるしで、ノーマルアット陣営がついてこれるかやな。そうね、美奈子がどれくらい恋愛の要素が強いのか、見てみた方がいいのは明確よね。本当はカラッキシとか、そんなオチじゃないかな。ある意味でカラッキーという感じ。カラッキシって意味を、カラッキーって言っていいのかな。なんとも言えない話ではあるんだけど。わざわざエモリアの出る幕じゃないわ。なんと言っても、こっちが監視してるから。そうね、美奈子がどれくらい恋愛要素を持ってるかというと、少なくとも、秀光ではないのは確定ね。想像するだけでも違和感があるんやけど。所詮は同じ場所のようなじみっちゅうオチやろ。もっとも、月鉄界隈はようなじみ同士が、恋愛に結びつかへんとか、そういうわけでもあらへんってことを、言っとかなかんわな。本当にそうなってるかすか？スタートとともこちゃんだったらどうかす？ようなじみ同士での恋愛ちゅうたら、むしろこっちでの話やわ。確かに、月鉄界隈はようなじみ同士が、恋愛に結びつかない、ってのは、まさしくない解釈のようだ。まあ、どっちにしても、秀光が恋愛に結びつく、様子が薄いってことを言っておくぜ。それやと美奈子はどないなって、話になるわな。実際のところはどういうところにあるんやろうか。秀光じゃないって流れからの、続きで言うと、男子ユニバースの誰かの可能性が、高いんじゃない？我々の中からの誰かだと？少なくとも。あなたスタートとのではないのは、確定。俺はとっくにトモコがおるし、そうなったら、ファルコンとか、アーサー、レオ、カイン、ノクターンやろうけど、2011年度に一緒に、行動してたことを踏まえると、ノクターンが最有力やろうな。スタート、俺がどうしたというのだ？さっきから随分と騒がしいようだけど、って、美奈子ちゃん見っけたノクターンと出会えたほう、マドリンの解釈の通り、男子ユニバースの中で、ノクターンが本命の相手だったというわけか。てか、ドリフト陣営にとって試練っていうのは、そういった事情が背景にあったというのか。これでよかったんですよ。ようやく、本命と出会えたんですよ。しかしながら、この調子では、東京ラプソディーがドタバタなギャグ要素満載の展開になりかねません。特に新横浜線関係が魔境になりそうだ。ヤキガエルやらウンチ君やらと言われようがヤバいしで、東京メトロの車両への扱いがひどいんだけど、また1万8000系が暴走しそうな予感ね。次の東京ラプソディーは一層カオスになりますね。新他国王にもまた同行してもらいましょうか。
あの危険な場所から離れていれば、大きなトラブルもなく攻略できるはずだよ。やっぱバトラーだらけやと落ち着かへんわな。エンディングの設計もかなりパンクしそうな予感やで。しかしながら、川上プロデューサーがこうして、出てきたということは、あれだな、もう一度、例の番組の流れを再現してみてはどうだろうかな。行き着く先が、見えてきてるんだしな。